MP3 を 2MB 以下に圧縮する方法 easyzip.com に移動し、圧縮オーディオをクリックして MP3 を 2MB 未満に圧縮に移動します。圧縮する MP3 ファイルを選択をクリックしてファイルチューザーを開くか、 MP3 ファイルを easyzip に直接ドラッグ&ドロップします。MP3 を圧縮をクリックします。圧縮プロセスが開始されますが、完了するまでにしばらく時間がかかります。 MP3 ファイルを保存をクリックして圧縮 MP3 ファイルを選択した保存先フォルダーに保存します。それはとても簡単です。これが役立つことを願っています。ロゴをクリックして購読してください。それは私たちにとって大きな意味を持つでしょう。